スプーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトです。イエーイ。 MSS プロジェクトは今月も全クリスルーバで生放送。今月は悪魔城ドラキュラをプレイ。そしてですね、前回はですね、今夜まで4時間ほどかかりました、はい、スーパーマリオワールドワープなしでなんとかやりましたけども、はい、いかがでしたか、はい、今回は。いやー、もうすんなりいったはずだけどね。まあ意外とこんなもんじゃないかなっていう。まあそうだね。一応だってスターロードまでクリアしたもんね。うん。子供の頃だったらもっとかかってるもんね。かかってる。かかってる。俺らも成長してる。はい。というわけで今回は悪魔城ドラキュラ。ドラキュラといえばキックンさん。はい。お得意の。はい。ワンとかいかがですか。今回は悪魔城ドラキュラワンですからね。ワンはでも得意とかそういうことじゃないと思うぞ。そもそもそうだよね。そうなの、うん、操作感も操作性違うし。違うよね。どっちかっていうと2でしょ、うん、2っていうかもっと後の方だな。もっと後の方か。まあ今回ね、初代ドラキュラ、一体クリアするまでどのぐらいかかるのか、うん、はい。いや予想つかねえな、初代ドラキュラ。まあなんとかなるだろう。すげえ簡単に言ったな。いや結構大変やで。これも攻撃食らったら落ちたりするしね。そうだね。まあなんとかね、ドラキュラを撃破して、我々の力をね見せつけてやる、やりましょう。よし、今月も頑張っていきましょう。おい、